皆さんこんにちは、プルースです。本日は私が読んだ本の中で面白いなと思ったある本を紹介したいと思います。タイトルなんですけれども、白いい光を作るという本ですこちらは東京大学出版会というところが出版している本です。たまたま本屋で見つけた数年前に買った本なんですけど、何度も読み返しちゃって、 癖になるというか、まあ、すごく内容も充実して面白いなと思ったので、ちょっと紹介してみたいと思います。皆さん生活の中で白い光というものに触れる機会ってかなり多いと思います。例えば、ビルの中とかコンビニとか、まあ、家の中とか、あらゆるところで白い光というのがですね、使われて発光しているはずなんですけれども、こちらですね、白い光を作り出すために、すごい年月をかけて、ようやく生み出せたイノベーションの結晶なわけです。もともと、ま、原始時代、 その火を起こすことに成功した時の炎というのはですねまあ黄色い炎ですよねあと太陽の光、まあ、こちらはですね白というよりやっぱ黄色とかオレンジとかに近い着色の炎だと思うんですけどそっからいろいろ緑色とか炎が出てきて,きてる中でなかなか白い光を作り出すことができなかったそうなんですよただこの白い光を作るために、まあ、19世紀にまイノベーションを起こしましてそしてついに白い光は生み出されたと いいうことを紹介していますでこの白い光が作られたっていうところの背景まず何が大事かこの白い光を作るために何が必要だったかそれは当たり前に存在する何かについて疑問を持つこと例えば周りに満ちている光とか吸っている空気食べ物これらって一体なんでこんな色をしてるんだろうとかどうして僕らは呼吸をしているんだろうとかっていうことを 率直に考えもしない疑問すら持つことすらなかった。そしてその疑問を解き明かそうとした科学者たちがいたわけです。それがイノベーションにつながっていく。そしてそのイノベーションというのは人々に影響を与えて社会を変える原動力になった革新を指しております。長く続いたオイルランプとかろうそくの炎による黄色い光の時代から科学の進歩と進展によって白い光というのが生み出された。これがイノベーションですね。なんとこれたった150年ぐらい前の話ということです。 ここから白,白熱ガス灯とか白熱電球とか蛍光灯というイノベーションが起きて白,白色 LED が作られた発光ダイオードですね。第4のイノベーション。なかなか生活に短すぎてもう当たり前だと思うんですけど、これ150年前にようやく完成した技術です。これ僕本を読むまでこんなこと知らなかったですし、学校じゃ絶対教えてくれないですよね。これむしろ、まあ、大人も読めますし、高校生とか ないし、中学生とかに読んでもらうとすごい面白いかなーなんて思う本ですね。そして、まあ、イノベーションっていうもの、その白い、白い光を生み出すということは、イコールイノベーションを起こしたということになるんですけど、このイノベーションについての定義っていうのをこの本の中でしております。このイノベーションというのは、まあ、個人の暮らしばかりじゃなくて、経済や産業などを含めた社会全体が大きく変わっていくこと。 何かの発明や技術、あるいは商品などが広く普及したことによって、産業構造をも変えてしまう変化、これをイノベーションと呼んでいます。ジョセフ・シュンペーターという経済学者、アメリカの経済学者が書いた、昔の本の中の言葉で言うと、創造的破壊。そもそも白い光をが欲しいなんて思う人なんて、その当時誰もいなかったし、考えもしなかった。ある光でそのまま生活ができたわけで、それが白い光が登場したことによって、一気に社,社,会,社会全体の生活、 が変わり、産業が変わり、新しい産業が生まれ、まあ、これが創造的破壊として従来使われていたろうそくとかランプとかがすべて消えて白,白色電球に置き換わったりとかしたことなんですよね。やはり白い光というのはやっぱイノベーションの代表格であるというふうに著者は言っています。ただこの白い光を生み出すためにですね、やっぱいくつか必要な要素があるわけです。例えば15世紀にレオナルドダヴィンチあの大天才の芸術家 さんですねモナ・リザを描いた芸術家が空を飛ぶためのヘリコプターというもの、まあ、人力飛行機というのをですね15世紀今から500年ぐらい前にアイディアを紙に書いていたそうですただそれが実現することはなかったそれはなぜか技術のレベルが追いついていなかったからですそして社会的な状況においてもこのアイディアを実現する条件っていうのは、まあ、技術的にもそうですし人々の 欲しいというニーズに応えるまでもなくこのアイディアすごく素晴らしいとか今じゃもう飛行機として成立してる技術ですけどその当時は画期的すぎるしありえないもう空想上バカげてるなんていう意見の中でまあうやむやになって消えてしまったとそれが500年前ですしかしこの飛行機のアイディアが生まれてから500年まあ生まれてからって、まあ、ももっと他に考えている人いたと思いますけどまあレオナルド・ダ・ヴィンチもその一人だったと空想して描いていた人力飛行機 をイメージして,いてその空飛ぶ機械の実現に挑戦したのが今から50年ぐらい前ですね1940年にロシア生まれの人が、まあ、ヘリコプターというのを作り出した1940年にヘリコプターが生まれたんですね1940年にやっと生まれたってことはもうその何百年間の間は全くその生まれる素地がなかったんですよねでもしこれが ドラえもんのタケコプターのような、もう個人がショウとか頭つけるとかにして、飛ぶこと、それを自由に飛ぶことができる道具がもし発明されたとしたら、まあそれが何百年後になるかはわかりません。もしかしたら、あとまた500年ぐらい経ってじゃないと、それが完成しないかもしれませんよね。ドラえもんの他に何、どこでもドアとか、スモールライトとか、空想というかね、まあ実際藤子不二雄さんが書かれた道具って、 ののアアイディアの一つですすすけどそれが本当に実現したらすごいことででよねでも今の技術じゃ完成しない。ただ今の段階で言えばそのタケコプターにしろスモールライトにしろ多分まあ実現するかっていう物理的な科学的に本当にあり得るのかっていう論点ももちろんあるしまあそれそもそもそれじゃあ仮にできるよって理論上できるよってなった場合でもじゃあタイムマシーンとかもそうですよね。本当にそれ実現できるのかっていう今の現代科学の技術でそれが達成できるのか と言われれば多分できないおそらく今の段階ではできない多分莫大なエネルギーを必要とするとかなんかそういったいろんな要因があってやっぱり実現はできないだからもっとこう科学が発達していく何百年後か先になんないとドラえもんが出してくれる道具っていうのは現実にならないんじゃないかなんていうふうにも思いますですのでやはりその白い光を生み出すにしても何かイノベーションを起こすっていうことはただアイディアを 空想するっていうことだけではダメで、その時代に合った条件、その時の技術で可能だということが必要になってくるわけです。つまり環境ですね。環境が押し上げてくれなければ実現しないんですね。あとですね、イノベーションというのを成功させるためには、さっきの、まあ、環境とか時代に合ったその技術とかが必要であるというふうにお伝えしましたけど、それだけではイノベーションは作り出すことが できたとしても成功させる十分な要件ではないというふうにも筆者は言っていますこれはどういうことか仮に1個ヘリコプターあの竹コプターを作れたとしますけれどもその竹コプターをどうやって人々が使えるようになるのか例えばこれ竹コプター1個1億円するとしますそんなの絶対買える人なんて限られてくるわけですよね まあ、レンタルとかで一回500万とか、そんな使い方もできるかもしれないですけど、今のところその、全人類がそれを使え,る使えるようになるためには、まあ、例えばその1個を作るためにね、すごいエネルギーとコストがかかってしまうっていった場合には、技術的には実現かできましたけど、それが広まっていって、イノベーションが起きる、起こせるかどうかっていうと、まだ先なんですよ。やはりそれが一般的に普及しないと、イノベーションとは呼べないと。つまり、画期的なアイデア、コンセプトが実現して、結びついたとしても、 それを商品化して事業化させる必要があります。つまり経済的効果をもたらすイノベーションを起こさなければならない。そうすることによって、よりこう広まる速度も早まってきますし、いろんな企業がもっと参入してきて、またもっと改良されたプロダクトが作り出されていくという。ですので、まずイノベーション。 のままず整理をしたいいと思いますけどイノベーションとは新しいパラダイムを作ることそしてイノベーションを成功させるためには経済的効果をもたらす革新が必要だということですそしてそれらの背景としてあるのはさっきのパラダイムというのはやはり環境でありアイデアであり人でありっていうところは全て環境要因が整ってないとイノベーションは,イノベーションは生まれないそして さらにその社会を変えていくっていうところまで持っていくためにはイノベーションというのは事業化商品化として経済的効果をプラスとして持っていかなければならない多分 Facebook とか Google もあれがお金として生み出されてなかったら誰も使えなくなってたと思いますね事前事業でやる規模のレベルではないと思いますしあれは うまくお金と結びついて商品化事業化に成功したからこそさらに Facebook は普及したし Google も普及したということですただアイディアだけ無双して1個何百万かけて作りましたと言ってもですねそれがやっぱり使われないと意味がないお金をどでか,かけていいものを作ったとしてもそれが広まらなきゃ意味がない広まってくれる素地としてはその価格が安かったりとか使いやすさとかまあいろんな要因があると思いますけどどんだけ便利であってもやはりお金とかそういった事業プランに沿わないと 経済的合理性が持た,たれないとダメなんじゃないかというふうに筆者は言ってます。まあこれは確かにその通りかな,なで。ですのでこの探索模索の場と商品化事業化させる場、この2つの要因をプラス兼ね備えたのが他のがイノベーションだ。そうすることこの2つの要素を成し遂げたものがイノベーションを起こせると言えるでしょう。いかがでしたでしょうかあの全然まだお伝えきれてないというか、もうすごい本読むとめちゃくちゃ面白いことばかり書いてあって、 例えばゲーテの話とか、エジソンの話とか、まあ、その白熱電球、白熱、白い光を作るにあたってのいろんな科学者の話と逸話も出てきますし、もっとそのイノベーションに対しての細かな説明とかもあるんですよ。なのでこれはぜひ、あの、子供、お子さんの理科とかが好きな、まあ理科に興味がなくてもいいや。興味がないお子さんでも読めるし、まあ、ちょっと文章難しいので、もっと優しく書いてもらえるといいんだけど、なんか中学生でも全然読めると思います。高校生にも読めるかな。高校生の理科系の、理数系の高校生、もちろん大学生も読める。 そして、まあ、社会人になってから、文系の人であっても、理系の人であっても、読める内容になってる、すごく素晴らしい本だからな、と思いますので、ぜひ皆さん、読んでみてください。以上、プルスでした。